はい、どうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回はちょっと風変わりな企画をします。今まで最強の履歴書シリーズなどを通して、三大国家資格をはじめいろんな資格を取ってきました。今回はその今まで取ってきた資格を、自分のね主観込みで難易度順にランク分けしていこうと思います。ランク分けは僕自身のね本当に主観になるので、人によって A だったり E だったりっていうのが変わってくるとは思うんですけど、基本的には僕個人の体験をもとに知識の深さだったり合格までに必要な勉強量だったりっていうのを基準に決めていきたいなと思います。あと初めに断っておくと、今回ランク分けしようとしてる資格はもう全部難しいです。D ランク E ランクに振り分けたものも決して簡単な資格ではなくて、今挙げようとしている11個の資格をあえてランク分けするならこうっていう僕の主観込みで決めていったランク分けですので、そこだけはあらかじめご了承ください。それでは早速振り分けていきましょう。まずは医師国家試験から。医師国家試験は、どうだろうな、C ですかね。これ結構意外に思ってる人も多いと思うんですけど、実は医師国家試験って合格率は約9割なんですよ。それだけ聞くと簡単なのかって思うかもしれませんが、それは全然そんなことはなくて、まず医師国家試験を受ける人たちっていうのが、大学受験で医学部に受かったすごく勉強してきた人がさらに6年間医学だけを勉強して、その人たちだけで争うので、しかもその医師国家試験って落ちたらもうその時点で1年間浪人が確定なんですよ。1年間医師として働けないっていう中で、もうみんな本当に必死に勉強してくるんですよね。だからその最後の2年とかは医師国家試験の勉強だけのために予備校通って、もう必死に詰め込んで図書館こもってみたいな人ばっかりなので、もうその熾烈な争いの中の9割だから 10% 10人に1人は医師になれないわけですよ。そういう風に考えると決して簡単な試験ではないっていうのが伝わるんじゃないかなと思います。ただとはいえ、言うても約9割が受かるっていう意味で、C ランクぐらいかなというふうに思いますね。僕自身はね、医師国家試験は司法試験ともね並行しながら勉強してて、で最後の1ヶ月その直前期は毎日のように10時間勉強配信をやって、それでなんとか乗り越えたっていう感じでしたね。では続いて数学検定1級。数検1級はこれもう完全に主観ですよ。僕は D でした。 D かな。その僕自身ね、数学は元からすごくできた方だったので、あと数学検定1級で求められる数学力って、大学数学を扱うんですけど、実は難しいことはしないんですよね。扱ってる内容が大学で習うものってだけで、ちゃんと分かってれば無難に合格できるぐらいの難易度のものだったっていう風に僕は受けてて感じたので、東大数学が難しすぎたっていう話もありますが、そういう数学を乗り越えてきた先の数学検定1級だと、そんなに僕の中では難しかったとは感じなかったですね。それでは3つ目が英語検定1級。英検1級は個人的には C ぐらいですかね。僕自身はね、ちっちゃい頃海外にいてっていうのと、あと大学受験に向けて、かなり英語は勉強したので、その貯金で結構どうにでもなったっていう感じですね。ただ英検1級の難しいところって、単語がめちゃくちゃ難しいんですよ。ネイティブの人ですら聞かないような単語があって、それ用にちゃんと勉強しなきゃいけないっていうのと、あと英検1級って二次試験に面接があるんですよね。しかもその議題が難しいんですよ。政治的なものだったり、あなたはどう考えるかっていうことを、理路整然としっかりと論理的に英語でプレゼンしなきゃいけないっていうところが、日本に住んでる身としては結構難しかったなっていうところですね。で1個ね、僕が英検1級合格した時の年の思い出としては、ライティング作文のところで表現の自由について書かなきゃいけないところがあったんですよ。僕はもうその時司法試験ね受けてて、バリバリ自分の得意分野だったので、表現の自由の論点を本当に理路整然と書いて、で結果満点だったっていう、これはねラッキーでしたね。だからそういうラッキーもありの、でもやっぱ単語とか難しいから C ランクかなっていうふうに思います。では続いては司法試験。司法試験は2つルートがあるんですよ。予備試験に受かって司法試験を受けるルートと、法科大学院、大学院2年通ってそこから司法試験受けるルートの2つがあるんですけど、
それによって全然違うんですよね。まあ、僕は予備試験ルートだったんですけど、予備試験は受かるの難しいんですよ。簡単に言うと予備試験って飛び級なんですよ。司法試験を法科大学院2年間通わなくても受けていいよ、飛び級していいよっていう試験なので、合格するにはめちゃくちゃ難しいっていう試験なんですよね。だからそういう意味で個人的には予備試験は A です、ね、合格率、まあ、大体トータルで 3-4% っていう難関資格なので、何回受けても受かんない人は一定数いるだろうなというふうに感じました。で、まあ、予備試験は A なんですけど、じゃあ司法試験の方はって言ったら、そうですね、まあ、B で、だけど B の中ではちょっと弱めかなぐらいの感じですかね。合格率自体は 30% で、まあ、30% って言っても、まあ、法科大学院2年間しっかり学んだ人の中の 30% なので、決して優しい資格ではないですし、単純に分量がめちゃくちゃ多い、覚えなきゃいけない量っていうのはめちゃくちゃあるんですけど、たくさん覚えなきゃいけないっていうよりかは、その思考過程を学んで応用力、法的思考力を使って問題、難しい問題を解いていくっていう形だったので、僕個人としてはすごい難しいって感じたわけではなかったですね。では続いてが世界遺産検定1級。世界遺産検定1級はまあ D ですかね。まず1級ともなると全世界遺産もう1000個以上あるんですけど、それが全て対象、しかも結構深掘るんですよ。例えば遺産の名前だけじゃなくて、発掘した人とか歴史的になぜ重要なのかっていうところまで問われるので、まあ、覚える量はめちゃくちゃ多いんですよ。ただ選択式なんですよね。だからその単語とかも全部覚える、完璧に覚えておく必要はなくて、もう最初の2文字だけ語呂合わせで覚えて、なんかこう無理やり対応させるみたいな、そういうまあ裏技というか点数を取るための工夫をすることによって暗記量を減らせたりもするので、まあ、そういう意味では、まあ、合格っていう観点で言えば D かなっていうふうに思いますね。では続いては、宅地建物取引士、宅地建物取引士、通称宅建ですね。宅建はそうですね、まあ D 寄りの C ですかね。まあ C の中ではちょっと弱めかなぐらいの感覚でしたね。まあ僕自身はその司法試験受かってたから、宅建では民法とか扱うので、そういう意味で難しかったって感じたことはないんですけど、とはいえそのそうだな、難しいな、1週間で取ったしな、まあ、それを考えたら個人的には D でもおかしくないのかな。ただ意外と民法で実際に出された問題も司法試験合格者でもうんって悩むような問題がたくさんあったので、これをゼロから勉強するってなると結構大変なんじゃないかなと僕は思いました。では続いて東京大学、まあ、東大入試ですね。東大入試はまず理算とそれ以外で難易度はまあちょっと違うのかな。一般的に言うのであれば、やっぱり理算は A になると思います。だって大学受験のね、毎年する母数のうち上位100名だけが理算に入れるって考えた場合、まあ A ですよね。まあ、個人的にはやっぱり中学高校でずっと勉強してきて、なんならもっとだな、もう本当にちっちゃい頃から蓄積の中での大学受験だったので苦労したわけではないんですけど、で、まあ、理算は A だとは思いますが、理算じゃない理1、理2、文1、文2、文3に関しては、まあ、B、 個人差はありますが B とかなのかなっていうふうに思いますね。それでは続いては統計検定1級、これは C ぐらいですかね。統計検定ってまあ統計学を扱うんですけど、もろ数学なんですよ。で、統計検定の勉強してて感じたのは、数学検定1級より高度な数学が要求されるなって僕は感じましたね。数学ができる身からしたら数学検定1級の D よりも1個上の C かなっていう風に感じます。では続いては、自動車免許、まあいいですかね。まあいいなんですけど、僕自身が取る時にいろんな壁がありまして、僕大学受験正直ちょっと余裕なところがあって、大学入った後、まあ、自由な時間が欲しいと思ったので、受験が終わる前に免許取っちゃおうって思ったんですよ。でそこでまあその
教習所通ってっていう風にしてたんですけど、年齢制限があるんですよ。その18歳、大学生の年じゃないとその先の路上教習っていうのが受けられないっていう罠がありまして、そこでまず足止めを食らったんですよ。じゃあ大学に入れましたと、じゃあ残りの2次取れるねってなったんですけど、やっぱ大学入りたての頃ってもういろいろ忙しいんですよね。全然行けなかった。で結局その教習所残り1ヶ月で失効しちゃうっていうタイミングになって、あやばいやばいって慌てて、あの教習所めっちゃ詰め込んで、まあ取ったっていう経緯はありますね。ちゃんと計画的に行けばすごく難しい資格ではないっていう意味ではいいですね、これは。では続いて公認会計士ですね。公認会計士、あの僕自身受かったわけじゃないんですよね。あの11月18日に合格発表があるので、順位とかも出るので、それを見てもしかしたらランクが変わるかもしれませんが、現状の体感として、話していくとすれば B ですね。まあ、公認会計士はまずよく言われていることとして範囲が膨大なんですよ。会社で運営されているものを全て網羅的に学びましょうっていうような側面があるので、もう範囲が膨大、まあ、そういう意味ではすごくね時間がかかる資格なんですけど、ただ一方で時間をちゃんとかければ受かる資格だなっていうふうに思いました。まあ、そういう意味では、まあ、A ではない、ただめちゃくちゃ範囲も広いし難しいから B っていうふうに僕は結論付けました。それではラストは、ジュノンスーパーボーイコンテストベスト30資格なのって思う人もいると思うんですけど、そもそも資格ってその今まで培ってきた経験だったり、まあ、能力だったりっていうものを証明するもので、そういう意味では資格の一つって言えるんじゃないかなと思います。ジュノンってなんか容姿がいい人が集まってそこで容姿ナンバーワンを決めるって思われがちですけど、自己 PR 能力だったり求心力だったりっていう、まあ、いろんな能力っていうのが求められていて、あの僕の場合で言うと、まあ、みんなもちろんかっこいいんですよ。だからそこで戦っちゃダメだなって思って、まあ、実は僕は東大医学部です。で、僕はもうここにいる人の中でコンテンツ力がこんなに強いので、あのぜひ面白いと思ってあの取ってくださいみたいな感じでプレゼンして、で、まあ、無事採用されてっていう感じで、あの僕自身が勝ち取った資格試験かなと思います。じゃあ肝心のあのランク分けですが、そうですね、まあ C ですかね。活動自体あの慣れないことばっかでしたし、何よりあの他の試験と違うのが正解がわからない、こう何をもって次のジュノンのステップに進めるのかっていうのが読めない中模索しながら、答えがない中頑張るっていう形で、そこにちょっとまあ苦戦もしましたし、まあでもそれが逆にいい経験となって今の YouTube の活動だったりにもつながってるって思うと、すごくいい経験させてもらえたなと思います。まあランク分けするのも難しいですけど、まあ、ジュノンは C かなと僕は思いました。ということでこんな感じでランク分けしてきましたが、まあ本当にあくまで僕個人の主観で決めたものなので、本当にね人によってまちまちだと思います。例えば数学が苦手な人はもう数学検定とか統計検定をもう A+ に置くと思いますし、逆に論理をこねくり回すのが好きな人とかは、まあ、司法試験を C とかに置く人もいるんじゃないかなと思います。なんなら自動車免許を E ランクに位置づけましたけど、東大生でも平気で落ちる人はいるので、本当に試験との相性っていうのが大事なのかなと思います。ということで他にもやってほしいランク分けがありましたら、ぜひコメントで教えてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。